バーナバスシブシソドラミニは、スワジランドの政治家。1996年から2003年、そして2008年10月から2018年9月まで、同国の首相を務めた。1984年から1993年まで、金融省と国際通貨基金理事を兼務し、1996年から2003年まで、首相を務め、2003年に、 国王ムスワティ3世の諮問委員会委員になった。2008年9月の総選挙後、10月16日にドラミニはムスワティ3世から再び首相に任せられた。スワジランドローソ連合のジャンシソル事務局長は彼の首相としての働きについて政治団体を抑え込み、君主の強権を推進したと指摘し、その強権によって法秩序を保護にしたと非難した。 野党のリーダーである人民団結民主運動のマリオ・マスク党首はドラミニは国王への忠誠によって任命されたが何の功績も挙げていないと述べた。10月23日にリチャード・バンダ最高裁判所長官のもと英語とスワジ語の両方で宣誓を行った。2018年9月5日に2回目の首相を退任し、それから1ヶ月も経たない同年9月28日に 万事にの病院で76歳で死去。ありがとうございます。